全場収まって係が離れますスタートしましたさあ先行争いまずうちウォータージオードそして2番サザンステートいいスタートいいダッシュまずは2番のサザンステートが前の位置外からすっとうちにコースを取りながら インディゴブラック、前に並びかけます。さあ、この2頭の先行争い、その後ウォータージオードに12番のチャリタブル・ソート、その後方から7番のコジローが追走です、あとは外目11番、オブジェダート、内3番のアスク・リバユー、その後は若干開いて、4番のタマモ・エイト・ビートが続いています、外からは6番のグランド・ゴールド、残り1400を通過して、1コーナーカーブし終えて2コーナーです。さあ、2番のサザン・ステート、今日も行きます。リードは1馬進控える形になった10番の インディゴブラック2番手の位置ですその後は3馬身開きました12番のチャリタブルソート3番手内1番のウォータージオードその後方から7番の小次郎外差がなく11番のオブジェラーと並んでいますその2馬身後方ですが3番のアスクビバユー外から4番のたエイ8ビート外からは6番のグランドゴールドが接近内からだ半分差5番のカシノロックオン間をつくようにするすると13番広重ジャック追走していますその後は少しバグン開きました5馬身6馬身と開いて内9番のブランニューデート 8番のノブフェーブルさあ緑の帽子2頭が後方です各馬これから3コーナーをカーブしていきます2番のサザンステートが逃げていますリードは首ほどじわりと詰めるインディゴブラック、えー、その後からはインディゴブラックが詰めて 前はほぼ並びつつありますその後4馬身ぐらい馬群が開きました12番のチャリタブルソートは3番手外からさオブジェダート位置を上げていきます第4コーナーからサー直線向かって残り400を通過ここで抜け出した先頭に立ったインディゴブラック先頭2馬身3馬身4馬身リードを取っていくそして2番手の位置では3番のアスクリバユーが上がってきた連れて上がってきたのが11番のオブジェダート3番手の位置現在4番手2番のサザンステート前は突き放している10番のインディゴブラック5馬身6馬身 バシンのリード2番手には3番のアスクビバユーです体勢決しました先頭10番のインディゴブラックゴー合輪2着3番アスクビバユー3着に11番のオブジェダート